うも村田です。今日は次回のために抱え込みと屈伸前宙の話をしておきたいなと思います。というのはね、次の回で伸伸前宙ってできるととっても便利だよって話をねしようと思ったんだけど、伸伸からだと伸伸できませんけどみたいな、レベル 1,2,3 だったとしたらいきなり3言われてもきついですけどみたいなことになると思ったので、ちょっとレベル1と、ね、2に触れておこうかなと思います。では早速ね、前宙のコツについてなんですが、前宙も基本的にはバク宙の反対と同じように考えるといいんじゃないかなって思います。飛んでから頭の上に足を持ってくるようにして回転ってことですね。ちょっとこれ大げさにやってますけど、なぜかっていうと前宙ってこういう環境あればノリで練習できちゃうんですよ。そうするとね、キックしたら、というかキックしながら無理やりぶん回して回転つける人が多いんですよ。上半身前に倒しながら抱え込んでそりゃって感じですね。するとどうなるかっていうと、着地で前にぶっ飛んだりとか、要は危ないことになるわけですね。だから飛んだらね、抱え込むってやらないで頭の上に足を持ってくるだけ。そうしたら多少ね、腕使ったりとか抱え込むかもしれないけど、さっき言ったノリ前宙よりは無理やりにならんと思うから安全だと思うよっていう、そういう話ですね。ちょっとね、細かいことを言えば、まずはキックで第一の回転をつけます。この時上に向かって蹴るようにします。助走に負けてね、前のめりキックになるかもですが、そこは負けずに頑張って上に向かってね、高さが出るようにキックします。まあ頑張るしかないですね、ここはね。そうするとここで9割以上の回転力と 100% の方向、軌道が決まるんですよ。軌道はね、想像しやすいと思うんですよ。だってね、空中でいきなりカクって軌道変わったらすごくないですか。それは生身で空中を移動するっていうね、人類の夢叶えちゃってるわけですから、まあ、それはいいや、置いといて、回転力がほぼ決まるというのは、わざわざ腕使ってギュンってね、小さくならんくてもうまくできればこれで回れるからですね。でその後は空中に浮くわけなので、浮いたら空中で頭の上に足を持ってくるようにするといいよねっていうことですね。屈伸前宙もね、全く同じでいいです。違うのは屈伸をするっていうところだけ。はい、ということで屈伸はね、ちょっとさらっといじめレベルで、ね、さらっとしましたが、要は前宙の基本は入り、キックの瞬間にあるわけです。ここが上手くなればもう前宙の親戚とみんなお付き合いできますんで、みんなと仲良くなれますんで、そんな感じで前宙に関してはこの入りっていうのを磨いていくといろんなことができるようになって、伸伸前宙っていうところにもつながっていくんじゃないかなと思います。以上、村戸でした。バイバイ。